い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきましょう。ということでちょっとなんかレベルお金稼ぎしようかなってちょっと思ってたんですよ。どうしようかなと思ったんですけど、なんかそんな言うほどいい感じのだったじゃないですか前回強さもまあまあそんなめちゃめちゃ敵も強くなくちょうどいいバランスだったんで、本当いつになったらフィッシュベルに帰れるのかしら。私はこんなところで暮らすのはごめんだわ。ちょっと待って、行こう、普通に行くか。このまま何もしないで行きましょうってことで、まあ、装備もね、ヒノキの棒まあいいでしょ。一番後ろに誰だっけ、あれ、あのおっさん、何して、まずはハンクさんのか。ハンクさんね、ハンクさんがね、確かね、何かしらの何かやってくれてるはずなんですよ。行こう、これ走り方が速く、待って、地図を見て、待った、地図って、どこから向かうのこれ。上間を回っていくのか、ぐるりと回るのか、OK。こっちもあんのか、わ、いっぱいいる、いるのかな。倒すかもう倒すか、もうめんどくせえから倒すか。さあ、ナスビラ、そんなね、待って、ガンガン行こうぜにしてあるから、作戦ね、呪文は使うな、違う、キーファは MP 関係ないから、呪文を使うなにしとこう。で、OK、 かわいい、悪人やないか悪は極悪人じゃねえか、キーファのこれ、かわいいね、マリベル。さあ行こう、根持って戦います。行こう、ヒノキの棒でいいのかしら。4、待った、なんかルカニとか唱えてる、かっこいいよね。ちょっとこの回転切り、キーファの超かっこいい、絵もかっこいいくない。ちょっとアルティマソードとか、なんか今からちょっとなんか期待値半端ないんだけど、今回はまあ、ちょっと前回も言ったと思いますが、あれしよう、技はね、なんかあると思うんだ。さあ、こっちを、で、技は何が、なんか強い技を覚えていきたいな。前回ちゃんと、最後までさ、セブンさ、まあなんだかんだでさ、技ななんだかんだっつってやってなかったと思うんだ。1、ハンクさんって死なないんだよね。多分死なないよね。4、これね、初のボス戦が来ると思うんだ、多分。来るよね、多分ボス戦だよね。いいね、ボス戦。行こう。でもで、どっちだ、ここか、これどうやって回るん。あ、またぐるっと回んのか、こっち、どっちだ、ちょ待って待って待って、ちょっと待って、こっちからぐるって回ったらいいのか、 OK。 全然マップが違うからさ、マップは一緒か。あ、宝箱ある、宝箱、原作のこの中あったかな。120ゴールド、 OK、 ありがとう。で、これでこっちから上がっていくのか、 OK。 さあ、イベント東の塔、これさ、なんかさ、ごめん、なんか見えなかった、すでにこの上にいるいた違う、ボス戦じゃないのか。あ、いける、これ何、あ、いっぱいいるね、これ。はん、ボスの内になんかいたっけ。画面は回る、これなんで上と下があるんだろう、理由あるっけ。これなんで下と上あんだろう、なんか理由あったっけ。ちょっと待って、一回ゴーレム行くか。初のボー、あのボス戦、ゴーレム戦から行こうか。じゃあこれ BGM、 これ大きい小さい見てなかったわ、ちっちゃいちっちゃい、誰も答えてくれない。14経験値、 BGM ちょっとちっちゃかったかもしれない、まあいいや。これ上に登っていくのかな。あ、壺だ、オッケー、20ゴールド。敵が全然弱い、ちょっとゴーレム一回戦おうか。待って、うわー、またサボテンゴールドいった、新しいの来た、ちょっと倒しよう。あいつなんかハンク31、ハンクさんめちゃめちゃ強い、そりゃそうか、ヒノキの棒で戦っとるからな、こっちヒノキの棒で。ハンクさんちゃんと剣だもんね。うわなんで俺だけ原始人みたいな戦い方してんだよ。6、やっぱあれだね、ちょっと待ってて、一回ちょっとゴーレム倒しに行かない、ちょっとゴーレム倒しに行こうよ。ゴーレム倒しに行って、ゴーレムがアホほど強かったら、あ、待った、なんかいる、シューマジュか、オッケー。だったらあの、あれだわ、あのボスが異常に強い可能性あるじゃん。うわー、恐ろしいことに、やべ、やっぱちょっと武器ちょっとどれでしたよ、よかったな。ちょっとあの青さんとマリベルがあんまりダメージ変わらんっていう。さあ、レール上がった、誰ですか、誰だ。キーファー6になった。あ、何も覚えない、なんか覚えてよ。
これどれぐらいまで覚え、待ってよし、ちょっとボス戦行っていいっすか。ちょっとボス戦行ってやばかったら、これ戦えんだっけな。来た。グオー、一番後ろに男、貴様の顔どこかで。グオー、思い出すぞ、いつだったかおやかさ様に倒されたバカな人間か。せっかく死なずに済んだものをわざわざ殺されに来るとは。どこまでも愚かな男め、今すぐこの場で気に耐えるがいい。あ、来た。いや、ボス戦だ。さあ来た、初のボス戦。よっしゃ、行こう。かっけえ。あ、なんかこんな感じ、なんかちょっとアニメっぽくね。アニメ、若干アニメっぽい。レベルどうすっかな。いや待って、呪文回復本位でしょ、ダメージないんだよね。その他な、覚えてません。攻撃行こう、どれがいいか。ハンクさんよ、やばいね。待って、あ、ダメだこれ。ちょっと待って、さ、やばい、これ弱くね。ちょっと待って、やばい、ヒノキの棒じゃ、ヒノキの棒じゃどうしようもなんねえな。28、5、2じゃ、いいね、いいダメージだ。オッケー、攻撃されたやつの方向向くのか。待って、やべ、11。さあ待ってね、と道具で、道具、あ、待って、あ、薬草がね、また本意味で行くか、本意味マリベル回復しよう。与えられない、ハンクさんちょっとダメージソースなんだ。一番のダメージソースなんだけど。7、強いな、これ。やべ、これ装備ちょっと整えない、やっぱり。ちょっと待って、お、ナイス、ハンクさんかっこいい。オッケー、10、15、いける、ま、1。ちょっと待って、ハンクさん、よっしゃ、つえ、ハンクさん、つえ。あ、ボス戦はちょっとやっぱりあれだね、歯応えあるね、いいね。7、あ、7じゃない、1か、あ、0か、0か、どこか、7で、あ、1、待って、9、ハンクさん頑張って。これダメだ、これ様子伺わないで、ハンクさん。これあれですね、オッケー、1、よーっしゃ、来た。ちょっと待って、ただ、ちょっと待って、やばい、やっぱヒノキの棒じゃダメージ全然入んねえ。70、倒した。なんですか、不思議だ。お、石板緑ゲット。そっか、敵を倒すとお前仲間になれよ。ぐわー、なんかアニメ調のゴーレムだったね、ハンクさん。この程度の雑魚は本能雑、うん、この程度の相手は本能雑魚にすぎません。さあ中に向かいましょう。これ上と下、ここ、これさ、まさかと思うんだけど、そっか、真ん中と横の違いなのか。待って、ちょっと、じゃあ多分さ、これさ、もう分かった、オッケー、これさ、石板あるんじゃない。あ、忘れちゃった、多分石板がこっちじゃないんだよ。おー、すんげえや、すんげえ転がってきたな。多分石板の宝箱が下にあるんじゃない、これ。多分今のとこボスルートだよね、間違いなくボスルートだと思うんだけど。じゃあこっち何なの、と、なんぞやと言った時に、こっちが多分そうなんだよね、だよね、多分そういうことだよね。あっちとこっちの違い、あ、来た来た、薬草ゲット、ない、関係ない。え、これだけ、これだけか、あら、これだけか、ごめん、ちょっといいか。そう、忘れてたわけじゃないんだけど、そうなんです、そうなんです、あのセブンはね、宝箱取りこぼしやばいんですよ。いや、石板があるから、そう、くまなく言っとかないと後々積むっていう、あの後で積むっていう。2か、ちょっと武器どうに、30強い、ハンクさんに頑張ってもらって。いや、キーファかハンクさんだけだよね。装備もね、ちょっと揃えたいところではあるよね。26、さあ、 OK、 さあレベル上がった、マリベルだね、まずね、多分ね、そうだよね、マリベル6、なんか覚えるのかな、ルカニあたり。今さ、攻撃300、うわ、待った、ちょっと待って、一回装備をちょっと買いに、武器だけ買いに行きたくない、武器だけでも。11、いけ、4、ちょっと一回ちょっとカット入れていいっすか。ちょっと装備だけよ、キメラの翼か何かで200ゴールドぐらいだったっけ、道具、薬草持って、薬草渡す、全部渡してくれよ。
全員に渡しとこう。オッケー。キーファー、オッケー。だから回復はいけるわけよ、これがあるから。どうにか MP もあるし、でマリベル、オッケー。よし、薬草20個もあんのか。あ、いいじゃん。これ薬草でどうにか MP 回復はどうにかして、いやーちょっと銅、あの銅の剣買ってきたいんだけど見ちゃ、見た目も一体どんなやつなのかしら。待って、これさっき来たとこか。じゃあもうここ真ん中でいいんだね。ごめん、間違えて何回も同じとこ行っちゃった。オッケー、こっちは何もない。オッケー、すいません戻ってきただけやないかちょっと待って、もう何の、あぶね、なんかいる、猫魔同士がいる、猫魔同士。オッケー、で持って行くか。バブルスライム違うな。違う、芝やないか。ただの芝じゃねえか。で、持って、まあ、行くか。で、真ん中行って倒したでしょ。また道具で、じゃあ、くそ、使う。まず、青さん。オッケー。一回で回復するね。オッケー。いいよ。20ぐらい回復するのかな？オッケー。よし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 。キャオさん、あんた次に話、急に話かけたら本当に怒ればいいよ。わかった、怖がってたらしい。ちょっと怖がってたみたい。さあ、でもって、待った、こっちは何もないの？オッケーね。ちょっとさ、引きの絵がない。ちょっとカメラが近いからさ、私ちょっと酔うかもしれない。私、ちょっとですね、言ってもですね、私、酔っちゃう系男子なんで、酔っちゃう。じゃあ、これちょっとね、ちょっとレベル上げたいんですよ。6にしたいんですよね。アオさんが2。25。ハンクさんめちゃ強いじゃん。5 11。よし、オッケー。ちょっと上に行くまでにもう6までなってから行きたいんだよね。6になってね、青さんがね。さあ、リンピスが現れた。オッケー。なんだろう、なんで前と後ろのやつが、なんかこの違いはなんだ、このスライムの違いは。13回避、いいね。あの前に行ってんの、後ろ、あれ何なの、あの、さあ、あー、また赤い、あ、石板ってこんな感じで落ちてんのか。オッケー、不思議な石板、赤を見つけた。オッケー、赤だって、赤見つけた。で、これが来た、おー、来た、ブロンズナイフ。ナイフってことはこれマリベルじゃね、違うのかな。渡す、できない、できない。来た、マリベル一番強いんじゃない待って待って、マリベル来た。オッケー、いいよ、いいよ、マリベル装備しましょう。オッケー、お願いします。いいね、ブロンズナイフだ。よし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 。ブロンズナイフは多分売ってなかったよね。さあ、右か左かがあって、どっちだろう。待って、右から行こうか。じゃあこっちが、いいよ、よし、オッケー。あれさ、川の盾、バカなのあいつあいつ宝箱に引っかかってんだが、川の盾って多分買ったもんね。装備できない、いりません。オッケー、5ゴールド、倒すか。まだ青さんレベル6にして、レベル6に、なんだこれ、いきなり襲いかかってきた。やめて、4。鳥肌が立ってしまった。ハンクさん強え、いいね。5、怪獣9。やめて、結構食らうな。9、生意気に魔法使ってきやがったな。6、ハンクさん152。ちょっと会心の一撃のダメージでかすぎね。ちょバランス悪、おかしくね。ちょっと結構なダメージじゃない。青さんレベル6になった。オッケー。なんかスカラの呪文みたい。ナイスナイスナイス、いいね。青さんスカラ覚えた。いいよいいよ。これ6になるとスカラ覚えるから全然違うとか、なんかありそうだね。さあ、右の方は全然問題にゃかったから、オッケー、いきます。覚えたから、多分これでこっちで終わりでしょ。終わらないのかな。違う、失敗した。まあいいや。いっぱい現れた。まあ、薬草3つ取るか。6、あ、青さんと同じダメージ。10、やめて、強いな。12か。3、あれキーバ戦闘の方がいいのかな。2 5 6、よし、10。まあでもほら、防具は全部揃えたんじゃなかったっけ。そこまでいってないのか。6 27か。でもって今いくつある、お金。塔の中と外には違って、かなり魔物が住んでるみたいだな。だって400。さあ、武器が買えるね、買いたいね。もうちょっといくか。
あら違う、またちょっと待ってほしい。上の方はなんかあんのかな。石板2個あったね。あ、いやいるいるいる。あれなんだあれ、あんなブサイ、あーなんかカニみたいなやつだったな。そういえばあんなブスだったっけ、あんなブスだったっけ。敵これ下降りれ、そう落ちちゃうんだよね多分ね。うわびっくりした、なんだ、うわー耳、なんだミミズ飛び、耳とびネズミ、クソ気持ち悪いじゃねえか。怖っ。青さんにオッケー、弱い。でも毒とかやだ、嫌だ、毒とかやめて。オッケー、ちょ薬草一回使うか、やめて。あ、おーナイス、ありがとう。ハンクさんいいね、ハンクさん勇者タイプだね。片手剣にホイミよ、ルカリいらない、それはいらんのや。7会議いいね、会議かっこいいよね。まあルカに覚えたから、まあ、ボス戦結構いけんじゃないのかなって。当たり、うん、ちゃんと見たいんだ。いやじゃないと怖えじゃん。違う、なんだお前ちょ、サボテンいっぱい来た、怖い怖い怖い。ちゃんとね、ちゃんとね、ほんとね、石板、あとあと石板の問題、石灰問題出てくるから。で逃げてった、なんだあいつ背中向けて逃げていったぞ。覚悟がないなら出てくんじゃねえ。172、ハンクスさん、さあレベル上がった、超上がるじゃん。7か、さあ規模7になった、いいね、めちゃめちゃ上がるじゃん。なんか7ぐらいが適正、あ何もないね、何もないね、オッケー。なんか敵の強さはなんか雑魚戦はそんな強く、うーんってこっち、やめて、やめて、うん、ネズミが飛んできた、ネズミが。で戻って、ん、なんか宝箱でもこっち取りに行くんかな。あー宝箱ある、あった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 、あったあるあるある、あれ違う、待った真ん中のあれどうやって行くんだ、え待って、ちょっと俺考えすぎだな、ちょっと、ちょっと迷ってるあれちょっと素直に言ったらいいのかな。本気ありがとう、いいね、ハンクさんいいね。待ってお願い、マリベルがちょっと死にかけてる、やばい、マリベル死んだら戻らなきゃいけないんだ。そういえばザオラルもねえし、やめて、これなんかレベル上がりそうだね。5、あ6じゃあ普通に数字まで間違い始めたぞ。6、よし、5、ハンクさん回復してくれるから超楽、5、ありがたい、4、よしよし。でもって真ん中のそのさ、来た来た、これ違うな、あれなんだろう、ちょっと俺迷子になってね、俺迷子になってない、ちょっとあと160だ、ちょっとなんだろう、ハンクさんのさ攻撃の回数とさ会心の一撃がちょっと合ってなくね、なんかすんげえ時のアリーナぐらいなんか会心の一撃出てんだけど、すんげえんだけど。こっち行ってない、ね、あれこれ何もないのか、じゃあここあれただの行き止まり、違うよね、あれ違う、これただの、あれこれ何なの、ここえこれ何のためにここにあるの、あ上か、上行けるか、待ってちょっとごめん、宝箱の部屋が分かんないどこだか、俺失敗した、間違えてあれか、裏読みしすぎてあれか、逆にマス、ちょっと何、ちょっと青さんの開始の逃げ100もいかねえんだけど、まあレベル上げ会だってことに思ってもらえて皆さん。ちょうだいボス戦行こう、やべこれでボスにたどり着かないかもしれない、ボスに6、2、いいね、11、いやアルティマソード見たい、アルティマソード打ってる時のちょっと青さんのちょっとどんな感じで打つのかみたいな、167、ちょっとハンクさんのあれじゃないですか、ちょっとクリティカル質 やばくないですか、ちょっとさあレベル上がった、誰ですか、そうですねマリベル、さあ何が、ラリホー来た、ラリホー来た、俺だけなんかラリホーってあんま使わないよね、あもしかして、あー来た、オッケー、やめて、
これさ、80か。OK？ 守りの種！これってさ、あ、待った。あ、合ってんじゃん。あ、合ってた。正解ルートに、正解ルートだったわ。猫丸氏なんか寝かされそうだな。OK、26。14。5。OK。さあ、これでそろそろ、ハンクさんちょっと、ホイミかなんかを。27。よし、行こう。ハンクさんね、見守るからね。もう、すげえ見守。あ、来たー。よしよしよし。よし、来た！行こう。薬草使う、まずは、青さん。んで、薬草使う。OK。いい、レベル的には馬の糞じゃない。馬の糞はやめて。お腹壊しそう。お腹壊、馬の糞って何なんだろうね、ほんとね。OK。さあ、来た！ 697 もある。OK。よっしゃ、行こう。来たぞ。危ない危ない。前にちょっと出たら、回復するままだ。行く行く行く。全く人間というのはどこまで卑怯な生き物だ。お前たち、親神様はいないと知ってて、わざとこんなとこに来やがったの。え？あれこれ2回ボスいたっけ。だがな、たかが人間ごとき、親方様の手を借りなくても俺様一人で潰してやるぜ。オッケー、ということでまずルカニスタートだな。さあ、でもって、やめるか。魔法が効くのかな。オッケー、戦う。多分俺の予想だとスカラ。じゃあまたスカラか。ごめん、ルカニだとかって思ってた。すいませんでした。そんなじじむ、またやっちゃった。10、やばやべ、やばくね？これメラか。待って、ちょっと待って、ちょっと作戦。命令させろに変えて。特技で、何しよっかな。薬草をマリベル。で、呪文の特技もないんだよね。ダメージ火炎切り。さあ、呪文で、メラ。ルカニか。いいね。やめて。OK。9か OK。10、 OK、 いいね。でもって攻撃攻撃で、いやーちょっと待って、マリベルもう1回ぐらい行きたいけど、ルカに3回、よし、まあいいや、もう1回ぐらい行けるな。やめて。いいね、15下げた。何回なんだろうね。9、いいね、いいんじゃない。15、 OK、 OK、 OK。 戦う、待って、呪文で、いや待った、攻撃攻撃で、道具で、自分に薬草を使おう。マリベル、 OK、 よし、行こう。やめて。危ないね。マリベル死んじゃうな。19が来た。OK。9。27。いいね。ハンクさん、クリティカル直近が、か。OK。どうしましょう。攻撃でいいのか。そう、青さんとマリベル、変わんねえんだ。15か。OK。8。ハンクさんいいね。9。箱殴りだ。13。MP 残しておきたい。MP は残しておきたいね。道具。薬草。あ、そう。MP 残して、ルカには、いいね、29。やばい。メラが結構強いな。OK。結構強いな。こう、戦闘めちゃめちゃ面白くなってない？やべ。ダメだ。なんか守ってる。なんかやってる。身構えてる。何？ガードしてるの？ガードするってね、素早さでも、さあ、1、3？ 今1下げたことになってるのかな。OK。OK。結構、え、待って、失敗した。ちょっと待って。あっぶねー、失敗した。おー、ナイス。あ、ハンクさんマジかっけ。ハンクさんありがとう。やめて、次の攻撃に備えてどうとかって、これあれなのかな。次の攻撃が強いってこと。やめて。 OK。 10。ハンクさん様子見たのやめてくれんかな。マジで道具、薬草を自分に置け。よし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 、ナイス、いいね。15。1。めちゃめちゃ普通に強いじゃん。強えじゃん。めちゃめちゃ普通に強えじゃん。OK、2。ダメだ。ハンクさん頑張って。ハンクさんダメ。もう大切なダメージソースなんだから、ハンクさん。これで終わりだったっけな。24。2。なる、よーし倒した。80の経験値。なんだ？守りの種。カニだけに守りの種。ちくしょう、親方様さえ、親方様さえいればこんなにならなかったのに。なんだ、あ、親方様来た。よく見るとモブ顔の、あの
さ来てしまった。え、もしかしてこれ親方戦、あ、そっか、もういいか。ようやく元凶が現れたようだな。よく見たら全然可愛くないでしょ。この言ったら、よーく見て全然可愛くないっていうね。親方のとどめお願いします。足がだいぶ痛めつけておきたんで。親方様ひー、そんな親方様、ザクザク、これなんだっけな。間違えた。青さんたち驚かせてしまいましたね。なんだ。しかしその者の言う通り、私こそがこの災いの元凶。村の女が戻らぬよう、あの方より鍵の役を授かった魔物の一人。え、戦うのこれ。うえー、うわー、色だけ色だけ受け継いでる。これが私、今の私の本当の姿です。青さんたち、できることはあなた方にはこれだけは信じてほしいのです。あの時私が誰のものとも知れぬ墓に花を添えたいと思ったこと、その心までは嘘だったわけではないのです。あれ、お兄さんの墓になるのかな。私の心に人間だった頃の思いが蘇り、自然と合わせずにはいられなかったのです。まあ一応助けてくれたのね。そしてこの私は人間の心を思い出させたのは、ハンク、あなたの息子です。黙れ元凶が、それ以上綺麗事を言うな。すぐにこの場で切り捨てるぞ。前に殺されたんじゃなかったっけ。あなたの息子はあなたの助けるためたった一人この塔まで来たのです。危険を顧みず、私が幼かった頃シンナーに追ったのと同じように。君はまさかハンク、てんてんてん、マチルダ、そうか、どこかで聞いたなと思っていた。お前は死んでしまった村の英雄パルナの妹。なんだって。兄を追った私はあの方に囚われ、言いくるめられ、そしていつしかに兄を裏切って村の人間を恨むようになっていたのです。心の迷いがやがてこの姿までも魔物のものとし、ハンク、あなたの息子に私と同じ夢を負わせたくありませんでした。英雄パラの今まで息子との約束だ。お前に礼を言わねばならん。そして願うはお前を切りたくない。一度だけ言おう。連れ去った女たちを無事に村に戻し、この島を全てを元に戻せ。そしたら息子と青さん殿に免じて、命だけは。そんなに強いの、ハンクさん。それは無理でしょう。それは叶いません。村の女たちはこの世界に解き放つ鍵は私の命。ええ、これ以上ただのが女たちが村に戻ることはありません。そういうことなら遠慮ません。切らせてもらうぞ。これさ、なんだっけな。あ、しまった。これさ、なんか木の人形使ったりするんじゃないか。なんかどっかで教えてもらったんだか見たんだか。クリア5ね。あ、これあのあれ、なんかどっち、俺の勘違いかな、道具。あ、木の人形、これ違うのかな。違う、関係ないのかな。まあいいや、使う。で、呪文ね、その他まずはルカに OK。 その人形まだ持っていてくださったんですね。あ、おお、え、戦うことないじゃん。あ、本当だ。やばい、一気に。何をする気だ。皆を告白するのに私の命がひどい。え、ごめん、すいません、戦った方が良かったのかな。ちょっと待って、いや、なんか思い出したんだ。なんか誰かがコメントで言ってたか、なんか言ってたんだ、生放送だったか、なんかで言う、あ、なんか使ったらどうやこうやって誰か言ってたんだ。皆を解放するためには私の命が必要です。ですから、もしかして自分で命を。ダメよ、マチルさん、何か他に方法があるかもしれないじゃない。マリベルさんと言いましたね。ありがとう、あなたの心の優しい人だわし、よく知ってる、ツンデレだけどさ。青さんたち、初めて私が出たあの森を覚えていますね。って、あの森 の奥をもう一度お尋ねください。それが私にできる全て。死ぬんじゃないのか、自分で昇天するのか。マリベルさん、花の種嬉しかったです、ありがとう。あ、なに、プリキュア的な。ちょっと変身するかのごとく綺麗にキュア。おい、あ、空が晴れていく。戻るか。いいね、めちゃくちゃいいじゃん。これさ、いいね、7 3DS 版いいぜ、めちゃめちゃいいじゃん。空が綺麗に晴れ渡りましたな。しかし、とてもではないが、心まですっきりと晴れた気分にはなれ。そうだよね。いや、ここで愚痴を言っても始まりませんな。村に同じが戻っているかもしれない。行きましょう。だって、
こから戻るのか。あ、もう敵はいないの？敵いんのかなこれ。ちょっと外で出てみない？敵はでもいるよね。いないってことはないよね、多分ね。あれ？あれ敵っていなくなるのこれ？え？あ、敵っていなくなるんじゃん。あ、いなくなんだっけ？あれそうだったっけ？あ、これすげえ、外から見てもちゃんとこうやって街のちゃんと見えんだねこれね。見てほら。あ、ほんとだ。さあ、ということで、すいません、ボス戦、ゴーレム戦だけでした。ゴーレム戦とあの、直近ガーだけだったね。あ、昨日、あ、それで倒す、あれだね。戦った方がよかった？わかんねえ。経験値入ったのかな？まあいや、とにかくということで、今回はこの辺で終わります。ということで、今回はこの辺で終わりです。ということで、皆さんよろしければ、チャンネル登録、そして高評価、などもお願いします。それで皆さん、バイバイ。